はい、ちょっと年の方がおかしいって。はい、どうぞ。こっちから取らん。おかしい。ただ横取り、横取りしよう。インスタが若者ベリア。僕、赤ちゃんの動画を撮る設計でやった。どれぞ、動く赤ちゃん。どういうことか、どういうことか。はい、そう、これウィンクができないから。あー、化粧と一緒です。あえ、ウィンクできないって何？片目をジョージ開けっぱができない。はい、あの、こっちはできるんですけど、こっちはできない、こっちはできる、こっちはできない。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。すげえ、油汗。すげえ、手もやるよ。いたよ。手もやる。じゃあついちゃう。あー、いい。化粧する。プロだな。プロするね。早いもん。こう手でやってましたよね。最初は赤くなりやった時1時間近くかかってるね。あれ歌舞伎おしろいだもん。あ、そうそう。あっちはね、あの固形のやつを見てとか。多分僕らみんな怖いと思いますよ。すげえ。なんそんすげえ。すげえな。どこ見ていいかわからん。ちょっと感動するな、すごい。うん、先週のハロウィンもちょっと乗り切れんで途中で帰ってきそう。テケテケだ。俺未来が見えてる。うまい。これはいいね。うん。しまらん。しまらない。ベレンクだったら怖いな。ベレンクだったらジェシーさんが警察呼んでくれる。また7時ぐらい。まあ7時半ぐらいですね。まだそんな。スタバは？違います。スタバ。スタバ。スタバ。確かにスタバに聞こえます。スタバこそ白いですね。白だけに。白だけに。なら俺行く。ちょっと何かわからんねん。トッ3つとかに。トールがホットコーヒー。ホットコーヒー。写真撮られる。自分あるんで乗ってみます。ちょっと待って待って。電車がグラグラしてる。何これ。忘れちゃったよ。かっこいい。ここら辺に餃子売ってるみたいな。餃子。餃子の専門店。駅越えりゃいっぱいあるけど。うん。ああ。